はい、こんにちは、まとめです。こんにちは、MBです。くすめ、ユニクロワーストバイ6000という動画を本日お送りしているんですが、前編は MB チャンネルさんの方でやってるので、ぜひ前編を見てからね、こちらの後編に来ていただければなと思います。ということで早速やっていきましょう。4つ目、ユニクロワーストバイ4つ目ですかね、これ4つ目です。4つ目のアイテムは靴全般、シューズ類ですね。靴全般、はい、シリーズでちょっと区切らさせていただいたんですが、いい靴出てこないなって頑張ってんのよいや本当にね、分かるよユニクロさん、本当そうよ。俺はユニクロさんの気持ち分かるよ。頑張ってんのすげえ、はい、もう頑張ってるっていうのがすごいよく分かる。スニーカーも革靴も、うん、はい、合皮じゃない、革靴とかって全部合皮で作ってて、うん、はいはい、でももうインソール自社で開発してるとか、まあ確かに、アウトソールも自社で開発、アウトソールの自社開発ってすごい大変なんだけど、すごいですよね。そう、アウトソールも自社でやってるし、なんかもうクッション性とか、うん、中敷きの形とか独自になんかこう作り込んで、うん、歩きやすさ確かに半端なくいいんだけど、うん、感じのデザインがかっこよくないんですよね。かっこよくないんですよ。そうなんですよ。でもしかも、うん、まあ、別に安くも感じないじゃないですか。安くない。高いのせいで。高い、うん。でもね、靴ってたくさんあるのすごい難しいんですよ。やっぱり足のサイズとか足の形って人それぞれ10人と色なんで、はい、みんなが履いて心地いいっていうのを追求するのはかなり至難の技なんですね、うん、はい、だから多くの靴ブランドとか量販店っていうのはある程度セグメントして売っていくことをするんですけれども、はい、ユニクロの場合それができないんで、できない、もうみんなにね、みんなに愛されなきゃいけないってことを考えると、もうこういう作りにしかならないんですっていうのはなんかわかるんだけど、そうすると、うん、トーンのデザインとかフォルムのデザインが少しボテッとしちゃって、そうどうにもかっこ悪くなっちゃうっていう。形良くないよな。形がね良くないで、うん、それをカバーしてくれてるのが GU さんなんですよ。そうなんですよ。で、GU がなければこんなことも思わなかったんですけど。そうだね。まあ、しょうがないんだろうなと思う。そう、シューズ良すぎて、スニーカーも革靴も。そうなんだよね。でも別にユニクロで買う必要ないんじゃないかなっていう。まあでももう最近は正直見てると、うんうん、あえてもうユニクロは靴やんなくていいって思ってんじゃないかなと。そうなんか、それが僕結構決定的で、諦めたなってちょっと諦めたよね。ありますよね。明らかにね、出てこないからもう2年前ぐらいはまだ諦めてなかったじゃない、うん、そう靴とかもうこれ超いいの出ますよみたいな感じだったけど、うん、もうなんかもう諦めてる感があるんで、そう今多分キャンバススニーカーしかないですね。キャンバススニーカーも、まあ、多分在庫消化ボードに入ってる気がするんで、諦めたかな。やっぱ GU の靴シリーズの方がいいんじゃないかと言いたい、触れたくないそれなので、まあ、本当に難しいんだろうけど、まあ、ちょっとね、革靴も合皮で5000円とか4000円とかの値段で付けされちゃうと、じゃあ GU のこの値段は何なのみたいな話になっちゃうんで、しかも革靴に至ってはそのデザインで来るんだみたいな、なんでだろう。そうなんだよね、意外なとこ来るよね。意外な、そんなベタじゃないとこ行くから行くよね。それは売れないそうだなって思いながら、そうなんですよ。なかなかやっぱちょっとシューズ類な、なんか誰かいいんじゃないですか、靴のデザイナーとかどっかから引き抜いてきたらどうですか。そうですね、他はいっぱい引き抜いてるの。ほらだってシャツとかあれでしょ、うん、なんかあそこで作ってた人を引き抜いたとかっていう噂が結構僕はちらほら聞きましたけども、靴とかもなんかあそこで作ってるあの人とかを引っ込んでなんかね、取り込めばなんとかなるとかそういう話じゃないんですかね。靴なんなんだろう、なんでこの、だって靴で売れるようになったらめちゃくちゃパイでかいじゃないですか。めちゃくちゃパイでかいと思うよ。なんで天下のユニクロがこんな諦めたような感じなんだろう。そうですよ。なんかね、メンズもレディースもほら売れる小物って靴じゃない？はい。なんかその靴のパイを諦めるってどうなのかなとは、そうなんですよね。思うんですけどね。ちょっと意外ですよね。意外ですね。だって GU であんだけいけるならいけんじゃないかと思いますけどね。そうですよ。ちょっと頑張っていただきたい。はい。続いて2つ目、前編後編で合わせると5つ目ですかね。これもカテゴリーで区切っていいですか。はい、シャツ全般。そう、まあ、これは一番ちょっと入れるか悩んだ。クオリティはめちゃくちゃ高いじゃないですか。そうですね、すごい素材だなと思いますし、で喜ぶ人がいるのも分かる、もうヘビロテしてる人がいるのも分かります。でもちょっとファッション用途じゃなくなってきてるというか、進化がなくなってきてる。その進化がないんですよ。そう、その例えばなんか素材の進化とかそっちの方向はあるんですけど、
そうだね、形とかデザインとか、うん、まあ、ファッション用途っていう方向での進化はない。こんだけ型数があるのに。だからさ、エクストラファインコットンブロードシャツとかも、うん、2年前までは僕ら紹介してたけど、うん、僕今年確かやってないんですよね、うんうん、YouTube で紹介してないんですよ、はい、これなんかいいんだけど、相変わらずその初心者さんでなんかシャツ欲しいなっていう方が、うん、エクストラファインコットンブロードシャツ2990円で買いたいっていうのはすごくいいと思うんだけど、なんかあまりにも変わらなすぎて。そうですね、時代は変わっていってるのに、シルエットも大して変わんないじゃないですか、うん、だからもうちょっとビッグサイズ、ビッグとは言わないけど、うん、ちょっとリラックスぐらいのサイズじゃないと、正直着ても、まあ、いい素材だし、うん、定番だけど、これちょっと今の時代これ選ぶ人あんまいないんじゃないかなって思っちゃうんですよね、うん、なんか昔のっていうか、今も無印良品を見ているかのような、そう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 、アパレルが変わらないなっていう感覚ですね。変わらない感じですよね。だから洋服屋としての矜持をもうちょっと見せてほしいなと思いますね、うん、ちょっと大きいサイズで今のトレンドに合わせていかないと。なんか一言ぐらい出してもいいなって思うんですけどね。以前ほらJW アンダーソンでオーバーサイズのエクストラファインコットンブロードやってたじゃないですか、はい、あれインライン化してもいいと思うし、そう、結構いろいろインライン化してるのにシャツはなかなか、そう、まあ、シャツジャケかだけは来たなって思いましたけど、あ、そうそう、シャツジャケよかったね、うんうん、でプラスジャケとかでもさ、結構オーバーサイズのやつやってたじゃない、やってましたね。あれをインラインに流すってことはあんまやらないんだなって。シャツって型数多いのになかなか出てこないなっていう。でもよく考えたら確かにプラスジャケのシャツとか結構残してたもんね。そっかそっか、あの辺で苦い思いがあるから、やっぱりトレンドに乗っかったシャツは作るのやめようってなったのかもしれないですね。うん、僕ね、強いて言えばフランネルのチェックシャツは好きですよ、うん、結構いいですよね。そう、これをオーバーサイズで着るのはそんなに悪くないなって思ってます、うん、やっぱ元からオーバーサイズの作りで出してほしいですね。まあそうですね、そうですね、確かにそうですね、もっと良くなる。そしたらそうですね、まあ、だって結局そのサイズが小さいから 4XL で買って着ようってなると 4XL ってまあ全部ズドンと大きくなっちゃうから、どっかに歪みが出ちゃうんですよね、うん、全然いいけど、そう、すげえいいけど、なんかもうちょっとこの脇下少し絞ってほしいなとか、アーマーもちょっとテーパードしてほしいとか、そうそう、とかがあるので、なんかやっぱりね、無理やりサイズアップさせてきても全然いいんだけど、うん、ちょっとこう改善してほしいなってところがあるので、なんかラインナップ的にもう少しリラックスサイズは出した方がいいよね。いいと思います、欲しい。ビジネスシャツの方はどうですか。まあいいと思います、僕ビジネスシャツはいいと思う。そうだよね、ビジネスシャツの方がそんなに文句ないよね、うん、すごい。ビジネスシャツっていうくくりだけで何種類も出していて、いろんな人に対応できるようになっていますし、あとカスタムオーダーあるしね、そう、結構これは文句ないと思うな。ヘビロテすると思いますね。あとスーパーノンアイロンシャツはだいぶ当初から進化して本当にスーパーノンアイロンになったんで、いやでもこれまだもっとノンアイロンいってほしいと思う。あ、本当？まだ足りない。うちのシワにならない白シャツと一緒に洗濯して比べたらもう結構すごい下がりました。だってあなたのところのシャツは値段がまた、まあ、そうですでもなんかユニクロだったら機能性の方は最強までいけるんじゃないかな。まあ一応スーパーノンアイロンシャツの CM だと洗濯機から出してバサッてやって切れるみたいな感じだったけど、そこまではいってないよね、正直ね。まあ縫製があるところはもうグニャグニャグニャってなるよね、なるよね。そうなんですよね。ここもう一声欲しいなと思います、スーパーノンアイロン、まあ、コットン100だからね。まあそうですね、ポリ入れれば、うん、ポリ入れればできるけど、でもポリ入れて風合いコットンでいけると思うんですけど、ね、まあ確かにユニクロだったら行ってもおかしくなさそうですけど、うん、もうほんのちょっと行くと最高に、最高にと思う。ウルトラスーパーノンアイロンシャツが出てくれれば最高にいいわけですよ ね、 ね、そうですね、なるほどね。でもやっぱビジネスシャツはやっぱクオリティすごい高いと思いますね。うん、そうだね。正直僕もなんか結婚式呼ばれた時とかに、うん、あ、そういえばそれシャツいいのがないなとか、あとなんかなんだかんだ後でやろうって思って全然アイロンかけてないやつが1個あるなとかってなっちゃった時に、うん、まあいっか、ユニクロ行って買ってくるかみたいな感じになるよね。なる。まあネクタイ締めてジャケットしたらもう全部シワないような状態で見えるんで、そうそうそう、隠されるから。だからなんか割とアパレルの人でも、まあなんかシャツね、買ってなかったから急遽ユニクロで買ってきちゃった、でもこれいいね、うん、みたいな話は何とかしたことあるので、うんうん、やっぱシャツはね、すごいドレスシャツはすごくいいと思いますけど、だカジュアルシャツに関してはやっぱもうちょっと改善の余地があるんじゃないのかなというふうには思いますね。さあ最後いきましょうか、はい、最後ちょっと何ですか、僕品番になっちゃうんですけど、はい、リネンコットンスタンドカラーシャツ半袖シャツかぶりしてますけど、シャツかぶり若干してるんですけど、これは品番、はい、アイテムピンポイントで、ね、ピンポイントで1990円でございます、うん、これなんだかんだ毎年やってる印象なんですけど、うん、カジュアルシャツながらも僕圧倒的にダメ、なんか好きじゃない、好きじゃない、
僕も好きじゃないですけど、はい、これ割とマットネ君嫌いだよね、うん、プレミアムリネンシャツは、まあ、やっぱいいなって思ってて、うん、俺も好き好き、うん、プレミアムリネン素材すごくいいし、これ、まあ、リネンにコットンを加えた半袖の、スタンドカラーですね、うん、のシャツになってるんですけど、結構素材硬くて肩とかもパンって張るんですよ。あ、そうね。でリネンでコットンで半袖で、スタンドカラー、スタンドカラー、これもう着こなしも半端じゃなく難しいし、難しいよね。素材感で言ったらやっぱプレミアムリネンの方がやっぱいいし、いいと思う。俺も落ち感があってね、そう、どの属性の人におすすめすればいいのかちょっと分かりにくい。分かる。これがリネン100で落ち感があって、うん、はい、ちょっとリラックスサイズとかオーバーサイズだったら全然かっこいいと思うんだけど、はい、うん、ジャストサイズで肩張ってて硬い素材でスタンドカラーで半袖って、うん、なんかちょっとだいぶ難しい。だいぶ難しい。でもなんか毎年やってる気がするし、でも買ってる人もなんか多い気がするんですよね。まあ動きやすいし、あとリネンのそのシワのつきやすさがコットン入ることで若干軽減されてるのはあると思うので。しかもリネンで涼しくて半袖でバンドカラー、うん、めちゃくちゃ涼しいじゃないですか。うん、そうですね。でもここまで、まあ、半袖 T シャツ級に涼しくてでもシャツであると、まあまあなんか買いたくなる気はするけど、まあ、普通に半袖 T シャツ買った方がコーディネートもしやすいしいいんじゃないかなってちょっと思って。ちなみにですね、ユーザーレビュー見ると、はい、透けが気になるっていう方もいますね。あ、なるほど、うん、まあ理念だからしょうがないとは思うんですけど、うん、ちょっとあれですね、その辺も問題なのかなというふうには思いますね、うん、はい、ということでここまで前編後編通して、くすめユニクロワーストバイ6000やってきたんですが、はい、前編の方は MB チャンネルさんの方でやってるので、そちらもねぜひ合わせて見ていただけたらなと思います、はい、そして今回の動画良かったと思ってくださった方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。あ、普通に終わらせちゃった。